はい、K、です、えー。今回は、えーとまあ、今年のキーマン浮上のキーマンは誰だということで、えー、と前回、えー、先日ですね皆さんに、えー、とアンケートを、えー、と取らせていただきました、えーまあ、今年のライオンズが浮上していくための、まあ、キーマンは誰だというアンケートを、えー、取らせていただいたんですけれども、えー、まずはその結果を共有しつつ、えーとまあ、そこから、まあ、僕の方から今年の浮上のキーマンについて話をさせていただきたいなというふうに思います えー、僕は普段ライオンズに関する動画を上げているので興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始めていきますはい、えー、それではまずアンケート結果の方から、えー、と簡単に共有をさせていただきますえっ、ー、とまあ山川選手戸崎選手高橋光成選手であとその他っていうまあ選択肢で、えー、アンケートを取らせていただいたんですけれどもまあやはりねこうどうしても選択肢にある選手の方に、まあ、結構票は集まりがちになってしまうと思うんですけれども ますまず一番多かったのは山川選手ですね、まあ、8割近くの、えー、人だが、えっと、山川選手に投票をしましたで2番目に多かったのが殿崎選手で3番目が高橋コーナー投手で4番目が、まあ、その他コメント欄でいただいたので一番多かったのが鈴木翔平選手でした はい。それでは、一人一人僕の方から、えっと、簡単に説明をさせていただきたいなというふうに思います。はい。それではまず山川穂高選手から言って、話していきたいなというふうに思います。はい。まあ、山川選手なんですけれども、8割近くの票を獲得しました。まあ、やはりね、皆さん、やっぱり山川選手に期待することは、やっぱり多いと思うので、まあ、これは、まあ、当然の結果というか、僕も、まあ、こういう結果になるだろうなというふうには思っていました。 やはり何と言っても、まあ、今年、えー、山川選手が、まあ、今ちょっと離脱をしてしまってるんですけれどもその離脱前まではすごい活躍をしていましたでやっぱりこう離脱してから途端に、ね、ライオンズもちょっと勝てなくなってきて、まあ、今でこそちょっと勝ったり負けたりっていう風になってきたんですけれども山川選手が離脱した直後は、ね、7連敗というところで本当にえと苦しいシーズン苦しいえと期間もありました でえっとまあ、山川選手の成績がねやっぱりこうチームの成績に比例してくるっていう部分もやっぱりかなりあって、まあ、今シーズンもこう山川選手が打ってた時はすごいライオンズもいい感じで勝ってたんですけれども、まあ、山川選手がこういなくなってからはチームの成績もどんどん落ちてしまったりだとかあとは、えっと、2018年2019年は山川選手がホームランを獲得したんですけれども山川選手がホームランを獲得したその年っていうのは、まあ、ライオンズもリーグ優勝したりとか。 逆に、えー、と一昨年、昨年っていうのは山川選手も結構成績を落としていて、まあ、チームも、えー、と3位と6位っていう感じで、まあ、成績を落としてしまっていると。 いうこともあってやっぱりこう山川選手の成績っていうところがチームの成績にも大きく影響してくるっていうところはもう皆さんも分かってると思いますしやはりこうチームが上に行くためにはまず山川選手が戻ってくることそして戻ってきて活躍するっていうことが、まあ、これからのライオンズ浮上では必要不可欠になってくると思ってます。っ、まあ、っきり言って山川選手が打たないと もう優勝っていうのは見えてもちろん見えてこないと思いますしもう A クラスっていうところも正直ねパ・リーグやっぱ結構レベルが高いので見えてこないんじゃないかなっていうふうに言ってもいいと思いますはいでまあ本当に早く戻ってきてほしいっていうところでまあえっと昨日ですね実戦復帰一応果たして果たしたということなので、まあ、おそらくもう明日かまあロッテのロッテのどっかの試合では戻ってくるとは思うんですけれどもえっとまあ本当にねもうすぐ戻ってくるということですごい楽しみなんですよね で,まあ、でもやっぱり無理だけはしないでほしいなっていうところがあって、まあ、本当に山川選手ね結構もうここ23年ぐらいずっと怪我に苦しんでいるので、まあ、本当に再発っていうところだけは注意をしてほしいなっていうふうには思っています。はい、であともう一つやっぱ懸念されるところとしてはもちろん再発っていうところもそうなんですけれども、まあ、こう怪我をして、まあ、戻ってからその怪我する前のパフォーマンスが戻るかっていうところは まあ結構えコメントくれた方にもえそういう心配してる方もいましたしまあ僕もそこはすごい懸念してるところなんですよね、まあ、昨シーズンもこう怪我するまではまあまあ打ってたけど怪我してからね本当に打てなくなってしまってでチームも落ちていってしまったっていうのがあるのでこう復帰をしたからといってもういいかっていうとやっぱそうではなくてまあもちろんね打てなくても結構山川選手ってやっぱこう相手ピッチャーに与えるまあ恐怖というかなんかそう威圧感みたいなものはあって存在感はすごいあると思うんですけれども。 やっぱりこうチームが勝っていくためには山川選手がしっかりと結果を残さないといけないのでもうこう怪我する前のパフォーマンスを今も維持できているかっていうところはすごい懸念がされるところです。はい。なのでまあ昨年とか一昨年とかに関しては結構その怪我して戻ってからパフォーマンスが戻らないっていうことが続いているのでまあ今年はそこのちょっと修正力というかこう怪我してからの活躍っていうところで山川選手の進化が問われてきているんじゃないかなっていうふうには思っています。 はいまあ、やはりね、こう成績を見てもね、本当に5試合で4本打ってるっていうところで、ま,あ、まだホームランも1位だし、まあ、本当にとんでもない成績残してるんで、まあ、この状態のまま本当に帰ってきてくれると、すごいライオンズも、ここからどん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 上に行けると思うので、まあ、本当に、えー、キーマンの1人と言っても過言ではないですし、まあ、当然、山川選手が打たないと上にはいけないと思うので。 本当にえー、まあ明日からのゲームでちょっと入ってくるか分かんないんですけれども、まあ、山川選手もうすぐ戻ってくるということなので、まあ、ここはちょっと注目をして見ていきたいなというふうに思います、はいえー、続いては殿崎修太選手について話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、彼が一応この票数で山川選手の次に、えー、票数が多かったということで、まあ、おそらく10%ぐらいの方が殿崎選手に投票してくれました、はいまあ、やはりね僕も殿崎選手が結構かなり一番のキーマンというふうに思っているんですけれども まあ本当に彼の活躍っていうのもかななり重要になってくるんですよね、まあ、やっぱりこうライオンズが優勝してた時とかっていうのは外崎選手がこう5番とか6番とか7番とかまあ下位打線とかまあそういう中軸のところで結構外崎選手がやっぱり外崎選手が打つことによってこう打線にも厚みがあってでどっからでもこう点が取れる三続打線と言われるものがこう形成されてきていたというふうに思ってます。 まあもちろんこうライオンズでいうと中心はやっぱ山川選手で森選手っていうところがまあメインにはなってくると思うんですけれどもまあその2人に加えてさらに殿崎選手の存在があるとまあ森選手山川選手っていうところもさらに生きてくるんですよね。まあ、山川選手もまあすごいこうシーズンあの怪我する前はえっと結構打ってたんですけれどももう1年間あの活躍がずっとできるわけじゃないですしまあ結構ね山川選手調子の波も激しいので。 やっぱりこうずっと打てるわけではないと思うんですよねで、まあ、山川選手やっぱりこうホームランっていうところもすごい警戒されてくるので結構こう相手ピッチャーから勝負を避けられるっていうケースもまあ申告刻遠だったりとか、まあ、勝負を避けられてくるケースっていうのもやっぱり出てくると思いますで森選手がもうあと2ヶ月ぐらい戻ってこれないっていう今に関して言うと山川選手の後を打つ殿、まあ、崎選手の活躍っていうところがやっぱりすごい大切になってくると思うんですよねはい でまあ、山川選手がまず戻ってきて山川選手も打って外崎選手もこう山川選手の後ろで打てるってなれば、まあ、相手ピッチャーにも結構ねこうプレッシャーがかかると思いますし、まあ、本当にこの2人がしっかりとこう、まあ、優勝してた時ぐらいの成績を残すことができればもう普通に優勝は見えてくると思ってますす、はい、森選手ははちょっっとと今いないいいなんですけれども、まあ、全然僕は優勝狙えるという,ふうに思っています。 まあ本当に殿崎選手なんですけれども、ここ2年間ぐらいね、すごいバッティングが悪くて、こ今年もね、ちょっと序盤はね、結構苦しんでいました、まあね、ちょっとあの野手と交差するっていうのもあって、苦しんではいました。しかし、ここ最近に来てね、4番を任されるようにもなってきて、結構、ホームランとかね、あんまり出てはないんですけれども、打席で中で粘り見せたりとか、ヒットもね、マルチアンダとか、もう1試合に1本は必ず打ってるっていう感じで、結構、復調気味なんですよね。 はい。まあ、あの、本当に、こう、すごい、凡退しても、打席の中での内容が良かったりとか、バッティング全体的にすごい良くなってきているので、まあ、これからもうすぐ山川選手も加わって、で、戸野崎選手も復調気味っていうところで、まあ、本当にこの二人の完全復活、まあ、戸野崎選手の完全復活っていうところも、すごい期待したいなというふうに思いますし、まあ、本当に、ここから一気に、 浮上していけるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。はい。まあやはりこう、崎選手の活躍っていうところを、まあ山川選手特にこう戻ってきてからも野崎選手の活躍っていうところにも、えー、ぜひ注目していただけたらなというふうに思っています。はい。えー、そして3人目が、えっ、ー、と、高橋ー投手なんですけれども、えっ、ー、と、まあエースとして、まあ開幕投手任されて、まあエースとしての活躍が期待されている今シーズンなんですけれども、えー、4試合に登板して、まあまだ1勝のみというところになっています。 まあ本当に結構ね毎試合毎試合,試合は作ってくれて9エー率もね75%っていう風うにまあ高水準をこうマークしてるてまあ結構こうゲームメイク力っていうところに関しては結構高いんですけれどもまあ圧倒的なピッチング完投完封までいかなくてもまあ無失点とかそういうちょっと圧倒的なピッチングっていうところはまだまだできていないんですよね。今はやっぱりこう隅田投手が抜群安定感まあちょっと S q 級の活躍っていうところをやってくれてるんですけれども。 まあ、隅田投手。まあ、今はまだシーズン序盤なので、結構こう、パフォーマンスいいんですけれども、まあ、まだルーキーなので、こう、まだ1年間ね、こう、シーズン戦ったこともない中で、正直ね、1年間、じゃあこのピッチングやり続けるかっていうと、正直厳しいなっていうふうに思うんですよね。まあ、今後を考えると。なので、やっぱりこう、隅田投手に頼りっきりになってしまっては本当にダメなので、 まずやっぱ高橋コーナー投手がこうしっかりとエースとして独人立ちをしてまあ勝ち星を重ねていくまあそういう活躍をしてほしいなっていうふうに思っているのでちょっとねキーマンの一人挙げ,げさせていただきましたはいまあ本当にね今年特にね今年のパ・リーグは本当にこうピッチャーの水準が異常に高くて今も近年まれに見る投稿打てっていう状態に入ってしまってるんですよね、まあ、本当にこう試合とか見ててもなんかもう全員エース級なんじゃないかっていうぐらい なんかもうほんと毎試合毎試合すごいピッチャーがあの相手チームの方から出てきて今、ライオンズちょっと打線も結構湿りがちで全然点取れねえなっていう感じに本当なってきてるんですけれどもまあやっぱりこう他のチームのピッチャーがいいっていうことはまあ当然、高橋ナー投手まあライオンズの投手陣含めてやっぱ投げ合う相手もまあ本当にいいピッチャーなんですよね。 なので、やっぱり味方もなかなか点取れないし、ただクオリティスタートしましたっていうだけだと、なかなかやっぱ勝ち星って伸ばせないと思うんですよね。6回3失点でこう勝ち投手になるって、やっぱり今のパ・リーグだとかなりきついことだと思うので、やっぱこうただ試合を作るだけではっていうところでは、やっぱ少しまだ物足りない、高橋コーナー投手にやっぱ結構求めているところが高いので、試合を作るっていうだけではちょっとね、まだ物足りないのかなっていうふうに僕自身は思っています。 まなのでやっぱりこう8回無失点、7回無失点とか、まあ、ハイクオリティサードだったりだとか、まあ、圧倒的なピッチング完投、完封っていうところもねもちろんこう1年長いシーズンやってほしいですし、まあ、昨シーズン確か関東か完封がもうなかった感じだったので今シーズンはねもう本当に何回か完封、関東もやってほしいなっていうふうには思ってます。 まあやっぱり何よりまだ今、隅田投手にね、ちょっと一人負担が結構かかってしまっている、イニングも投げてくれるし、まあ、大体試合も作ってくれるしっていうところで、まあ、結構隅田投手一人に負担をかけてしまっているっていう感じになっているので、まあ、やっぱりそうならないように、はいまあ、高橋光成投手、まあ、もちろん松本投手で今、今離脱中の今井投手ももちろんそうなんですけれども、まあ、やっぱりまずはこう開幕投手任されてエースとして活躍が期待されている高橋光成投手が、まあ、しっかりと、えー、こう、 カバー隅田投手をこうカバーしていけるような活躍っていうところをやっぱりやってほしいなっていうふうには思ってます。まあ、とはいってもね、まあ、今シーズン、まだあの防御率も2点台で、QS 率も75%っていうところで、まあ、勝ち星こそちょっとあの援護がなくて、あんまりついてきてないんですけども、やっぱピッチングはね、安定しているので、まあ、ここからもっともっとね、さらにクオリティ上げて、よくしていってほしいなというふうには思っています。はいえー、今後の高志子の投手にもぜひ注目をしていきましょう。はいえー、そして最後、4人目が鈴木翔平選手になります。 はいまあ鈴木翔平選手は本当にこうコメントの方で結構ね、鈴木翔平選手っていうふうに言ってくれる方が多くて、まあ、やっぱりね、それだけファンの方もね、彼にすごい期待している部分あると思いますし、やっぱり彼の活躍っていうところは、すごい、えー、大事になってくるんじゃないかなっていうふうに僕自身も思っています。まあ、今シーズン、えー、と結構まあ1番で起用されるケースが多くて、まあ割ともう定着しつつあるっていうところまで来てるんですよね。はいで まあライオンズやっぱりこう秋山翔吾選手がメジャーに行ってからもう毎年一番打者が課題っていう風に言われててでこう秋山選手抜けて1番打者固定できなくなってからずっとチームの成績も落ちてしまっているというところでやっぱりこうライオンズの課題1番打者っていうところがもちろん1番の課題ですしやっぱりこう上に行くため優勝とかこう A クラスとか優勝争いっていうところを食い込んでいくためにはやっぱり1番がまあ誰か固定できないとまあ厳しいんですよね正直。 でまあ、そのヒット候補は彼になるんですけれども、えー、っと、まあ、なのでね、こう、皆さんもすごい期待をしているんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ここまでね、1番バッターで多く試合にも出場していますし、まあ、割とね、こう、ヒットも出てきたりとか、ホームランも打ったりとかっていうふうに、まあ、頑張っているんですけれども、まあ、正直、まあ、昨のの試合でもね、まだ9番で起用されてしまったりとか、まだやっぱ定着まではいってないんですよね。あくまでちょっと定着しつつあるっていうところだけであって。 で、まあ、こう、成績を見てもらうとわかるんですけれども、まあ、打率もね、こう、2割台前半で、まあ、盗も確かまだなくて、で、出塁率っていうところも2割前半なんですよね。はい。まあ、やっぱりこう、まあ、僕自身、こう、一番バッタリやっぱ大事なところっていうのが、やっぱりこう、打率、出入り率、盗塁とかっていうところがすごい僕大事なんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、秋山翔吾選手あんま盗塁できなかったんですけど、その分ホームランで20本ぐらい打ったりとかしてたんで、 盗塁できないんだったらもうちょっと長打欲しいかなっていうところ、まあ、打率とか長打欲しいかなっていうところで、まあ鈴木選手ちょっと出塁率と盗塁っていうところの水準が結構低いんですよね。はい。まあ出率もね、せめて3割はいってほしいなっていうふうに、やっぱ一番バッターなら3割は出塁してほしいなっていうところはあるんですけれども、まあまだそこも2割台前半っていうところで、でやっぱ長打がね、なかなかこう打てない分、盗塁はね、結構してほしいなっていうふうにも思うんですけれども、 やっぱりそこの盗塁っていうところもあれできてなくてうんまあちょっとね金子選手もねこう以前一番になったっていうんですけどまあちょっとね正直金子選手そんなに遜色ないかなっていうふうに僕は思ってますはいちょっと厳しい方にあっちゃうんですけれどもはいなのでちょっと本当にこっからもっと一番に定着していくためにはやっぱりこう出塁率っていうところをもっと上げていってほしいですしまあ結構ね積極的にねこう初球から振りに行くっていう姿勢があるので まあね、もちろんなんか、なのでまあその分ちょっとフォアボールなかなか選べないっていうところはあると思うんですけれども、まあ積極的に打ちに行くんだったら、やっぱりこうもうちょっと打率の方を上げてほしいなっていうふうにも思ってしまいますね。はい。まあ本当にこう秋山選手の獲得っていうところもね、ちょっと噂されてて、まあもちろん秋山選手戻ってきて一番定着すれば OK っていうところでもあるんですけれども、まあまだまだね、こう来るなんていうのもわからないですし、 まあ来ててもも活躍でできるってところもやっぱ保証はないですよねこう日本でも3年間ぐらい、2年半ぐらいアメリカでやってるんで、正直、帰ってきても活躍できるって保証は正直ないんですよね。なので,で、やっぱりこう秋山選手が抜けてでこういない間に誰も1番定着できなかったっていうことがもう証明されてしまうじゃないですか、秋山選手が戻ってきてすぐ1番になってしまったら。もちろん戻っっててきてやっぱ一番 1一番に一番ふさわしいのは秋山選手だと思うんですけれども、まあ、それだとね、こう本当に秋山選手いない間、何やってたんだっていうことにもなってしまうので、やっぱり今いるメンバーで、やっぱ僕は1番に定着できるのが理想だっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ、その筆頭候補となってるのがやっぱり彼なので、まあ、本当にこう彼の活躍っていうところにはすごい僕も期待をしています。はい、なので、まあ、本当にま,あ、ね、まだシーズン序盤なので、もうちょっと、ね、やっぱ長い目では見たいんですけれども。 まあ打率、通塁、出入率っていうところを、まあ長打力はね、もうしょうがないので、まあ打率、出入率、通塁ですね。ここの水準をもうちょっと上げていってほしいなっていうふうには思ってますね。まあ本当にこう、打率も2割台後半、2割5、6分、7分ぐらいは打ってもらって、出入率も、えー、まあ、3割5分ぐらいはやってくれると一番いいかなっていうふうには思ってますね。はい。やっぱりこう、今はね、 ようやくこうレギュラークラスとか一軍レベルっていうところには達したと思うんですけれどもやっぱこう一番バッターを打てる実力があるかというとやっぱりまだまだそこまではいってないと思うので、まあ、レギュラークラスで終わらずにもうワンランクアップ一番バッターもう絶対的な一番バッターってなるところまでやっぱりレベルアップしてほしいなというふうに思うので、まあ、今後結構頑張ってやっぱりレベルアップしていく必要があるんじゃないかなというふうに思ってます はい。えー、今後の鈴木翔平選手にも注目をしていきましょう。はい。えー、それではですね。まあ、最後にね、えー、っと、他にもね、名前が上がった選手が何人かいたので、まあ、そちらをね、ちょっと簡単に紹介させていただきたいんですけれども、まあ、他に名前が上がったのが、えー、今井投手、若林選手、まあ、森選手。まあ、この3人ね、ちょっと今、怪我で離脱しているっていうところで、やっぱりこう、故障者っていうところでね、皆さんも彼らが戻ってきてからどれだけでいけるかっていうところにね、注目していたと思うので、まあ、この3名の名前も上がってました。 で、あとはですね、ちょっと、まだね、あの、秋山選手来るって決まってないんですけれども、秋山選手の名前もありました。はい。まあ、確かに来てからね、こう秋山、もしね、獲得ってなれば、まあ、秋山選手の活躍もね、すごい大事にはなってくると思うんですけれどもね。はい。で、まあ佐藤投手の名前も上がってました。はい。 まあやっぱりね僕もねまあもちろんこう山川選手っていうところももちろんですしやっぱ今井投手、若林選手森選手っていうところのまあ怪我人がねこう復帰したときにどれだけやれるかっていうところはね本当に大切だなっていうふうに思ってますね。はい、まあ、今井投手もこう先発のあしらですし若林選手まあ森選手っていうところもねやっぱ打撃の,あの中心になってくると思うのでまあこう戻ってきた選手がまあやっぱどれだけやれるかっていうところも山川選手も含めてすごい大切だなっていうふうに思っています。 まあはいまあ、やっぱりねこう一番は、まあ、山川選手野崎選手っていうところがすごい大事だなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、森選手はこうとりあえず6月まではまだこう復帰のめどが立ってないんでもう2ヶ月間は森選手なしで絶対戦わないといけないので、まあ、そうなってくるとやっぱりこう山川選手野崎選手の活躍っていうのがやっぱここからすごい大事になってくると思うので。 やっぱりこう彼らがまあ一番のキーマンと言っても過言ではないぐらい本当に今彼らの活躍がすごい大切になるんじゃないかなというふうに思いますはいえー今回はここまで、えー、ライオンズの不条のキーマンここからの不条のキーマンについて話をしてきましたご視聴ありがとうございました他にもライオンズに関する動画を上げているので興味のある方はぜひ概要欄の方からチェックをしてみてください気に入った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします